私が建築に興味を持ったきっかけは、親が建築関連の職業をしていることが最も大きいんですけど、そこで建築関連の大学を探していると、この崇城大学を見つけ、オープンキャンパスに参加しました。そしてその際に学習環境や設備がとても充実していることを知り、この大学に入りたいと思いました。自分はなんか心配性な性格で、やりたいって思ったことには一生懸命に取り組むんですが、もっと良くなる、なんか足りないところはなんて考えすぎてしまって、結局時間が足らずに満足することができなかったなんて悪循環、そろそろ変えなきゃって思っています。同じ学科にベトナムからの留学生でファン君という友人がいるんですけど、彼と話をしていると自分ももっとやらなきゃって思いますね。もう建築に対する熱さが僕とは違うんですよ。建築学にのめり込むうちに、就職か大学院にしようか、将来はどうしようかなって悩んだ時、先生方に相談に乗ってもらえて、自分自身の方向性に光が見えたっていうか、先生との近しい関係性も崇城大学の大きな魅力だなって思っています。今自分は10研究室で学んでるんですけど、ここでは建築設計や建築論といった建築士として必要な根幹の部分を研究する場所、人の幸せな生活を提供する、見た目だけじゃない生活者に寄り添った建築とはを考えて、心配性で完璧主義の僕がものづくりの建築というだけじゃなくて、大きな幸福感や充実感も想像するような建築士になりたいと日々頑張っています。